こんにちは。オーストラリアアマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は商品探しをしててね、オーストラリア人の、まあ、浪費家ぶり、これが日本にだけ住んでる人にはなかなか理解できないと。まあ、オーストラリア人、かなり金使い荒い。まあ、例えて言うなら、お年玉をもらった小学生、あるいは幼稚園生、 親に預ける前におもちゃ屋さん行っちゃったみたいな状態で使ってるわけなんですけど、まあ、なんでそうなるのか、まあ、基本的にその苦労しないで高い給料がもらえるというのが大きな原因なんですけど、まあ、どれぐらいね、働きぷりが日本と違うのか、これなかなかオーストラリアに住んだことない人はわかんないでしょうから、まあ、それをちょっと例を挙げて解説したいと思います。まず、まあ、オーストラリア、給料高いです。 ね、これ分かってないいい人多いんでですすけど全然高いですオーストラリア人の平均所とか712万円、まあ、日本の場合は、ね、平均こそ男だったら530万、ねで、男女合わせると440万ぐらいですけど、ただそうは言っても、ね、公務員と一部上場企業の大企業に勤めてる人が押し上げてますんで、まあ、実際ボリュームゾーンとしては、ね、一番多いのは年収200万円かと、まあ、本当気の毒な給料の人が多いです。 まあだから日本は物価が安い。まあ、だから、ね、えー、仕入れる場所としては天国という話をしてるんですけど、じゃあ、売るのはオーストラリアがいいという、そのオーストラリア人の働きっぷり、ねえー、なんでこんなにね、えー、キャンピングカー持ったりね、えー、高い自転車買ったり、えー、クルーザー買ったり、ヨット買ったりしてるんだということなんですけど、まあ、仕事ぶりがすごい、えー、適当というか、いい加減というか、本当それでいいのかと、日本人から見たら思えるような働きっぷりです。 まあ人は苦労して稼いだ金は大切にするが楽に金稼いだ金は浪使するという傾向があります、ねまあ、本当に人は平等じゃないんだなと生まれた場所と時代によって楽して楽しく暮らせたりあるいは苦労しても生かれなかったりするというのがね、まあ、本当にこれを見るとわかると思いますまず日本日本人から言ったらびっくりなオーストラリアの常識オーストラリア人は打ち合わせ中でも勤務時間が終了すると 帰宅しますね、日本で、まあ、何でしょうね、保険の商談でも何でもいいですけど、物を売り込むでもね、えー、会社のサービスを売るでもいいですけど、まあ、そういう打ち合わせをしてたと。そしたらね、途中で、えー、何人かいた単身者の1人が、あじゃあもう時間ですの、ね、で帰りますと。すいません、今からフェリーに乗って帰るので先に失礼しますと言って帰りましたと。時計を見たらまだ4時半。ねまあ、この人の場合は多分、えー、5時半に ね、えー、帰って、奥さんが夕食を作られた子供の、えー、遊び相手をするとか、そういう生活を送ってるんだと思います。まあ、それは、オーストラリアでは最優先事項なんでね、家族との時間とかそういうのは、これ、嫌味とかなんとかじゃなくて、まあ、当たり前にも最優先事項なんで、まあ、えー、そんなの仕事ごときのためにね、遅らせるとしたら、もう、とんでもないと。ねえー、何しろ、 労働は、キリスト教の世界ではね、神が与えた罰ですから、罰をわざわざね、必要以上に受ける人はいない。ね。だから、家族の、えー、家族との約束、家族との習慣を優先します。ね。勤務時間中でも、勤務時間中でも終わりは当たり前ですけど、商談してる最中でも帰っちゃいます。これね、全然、これはオーストラリアです。もう全然普通です。それから、オーストラリア人は土日は働きません。 そもそも日曜日に働くことは禁止されてますんでね、まあ、禁止されてることをやらせるってことは、まあ、それなりの、ね、ペナルティの対価を払わなきゃいけない。ね、給料が2倍とか2.5倍になります。そんなわけで、ね、電車の保守点検、線路の修理とかそういうのをね、日本だったら電車が終電が行った後始発までに終わしたりしますけど、そんな深夜に働く人なんてオーストラリア人で確保できるわけないんで、そうなると、 昼間、電車を止めて整備します。で電車が止まっている間は振替バスを輸送するとで。基本的にはね、通勤のない土日にあるんですけど、まあ、土日もやっぱ給料高いんでね、まあ、止めても大丈夫な路線は、まあど、何をもって大丈夫って判断するのかよくわかんないですけど、まあ、結構平気で平日、電車止めてね、振替りり輸送で線路点検したりもしています。それから、ね、えー、この、 この考えがなかなかね、日本人にはない。もう、これね、イギリスの事件なんですけど、まあえー、警報が鳴って、ドアが閉まってるかどうか確認したと。<laughs> ね、で、普通に考えたらね、警報が鳴ったから中に、えー、犯人がいるかもしれないんですけど、それ開けて調べると当然危険が伴いますし、えー、大変だと。 でそれ以上ね、開けて調べる危険を伴うような作業をする給料はもらってないということでね、ど、えー、アだけ点検したらまんまと中に、えー、泥棒がいて、えー、盗難事件に遭っちゃった。360億円盗難、ね。でも警備員は悪びれもせず、それ以上詳しく調べることの給料はもらってないと。給料分の仕事としかしない。で当然、オーストラリアはイギリスの投資国なんで、えー、給料分の仕事しかしないという考えは 深く浸透していますというか、イギリスは、ね、仕事に対する要求が厳しいんでね、イギリス嫌いだからオーストラリアに来たっていうねオーストラリア人結構多いんで、もうこの給料、ね、詳しく調べるほどの給料とか、その同じもらった給料に対する働きぶりはね、おそらく世界一、ね、コスパが悪いというか、なんというか、楽に大金もらってる国なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなわけでね。 例えば他にも、まあ、子供が熱を出したり本人が体調を崩せば気楽に休みますちょっと今日具合悪いんで休みますとねでなんだ出てこいとか言うのはね言えないですそんなの言ったら大変なことになりますでまあ休むとね日本だったら職場のみんなに迷惑かけちゃうと自分の分を誰かがやってくれたりっていうのがありますからそういう心配するんですけどオーストラリアはねそんな心配いりません なぜなら、休んだ人の仕事を代わりの誰かがやるという仕組みはないです。まあ、誰かが休めばその人の仕事は溜まりっぱなし。何日も休めば何日も溜まりっぱなし。上司とか同僚代わりにやらないのと、ね。同僚は自分の分の仕事をやる分、しか給料をもらってないですし、上司は監督するの,のが仕事なんでね、その人の仕事を代わりにするのが仕事じゃないということでね、溜まりっぱなし。まあ、よく日本だとね、ひどい役所仕事の例とかで出てきますよね。 担当が休んでいてね、全く進まないと。いつまでも渡せんだと。これが、もうオーストラリアの場合は、役所に限らず、民間企業でも幅広く、というか、当たり前に浸透してますから、えー、休めば代わりの人はいないという形で仕事は止まります。まあ、それでも問題ないという形です。これらのね、仕事中でも普通で途中でほっぽり出して帰るとか、仕事分の給、給料分の仕事しかやらないとか、 あと土日は働かないとかね、えー、残業しないとか、こういうね、日本で少しでもオーストラリアの真似をしたら、まあ、即会社八部というか、まあ、退職勧告、あるいはね、いじめ、まあ、何しろひどいことになります。でも、オーストラリアでは働く人の権利は国や州政府、会社や業界団体によって守られています。これ、日本のようにね、お題目で守ってるんじゃなくて、本当に、 厳しくペナルティが課されられますし、えー、契約外の仕事をさせたとかいう形になったらね、もうその会社の組合やら業界のあたりが黙ってないんで、まあとてもそんな無謀なことは、えー、できないと、まあ。本当日本の社畜の皆さんから見たら、まマ、あ、ごとみたいな仕事ぶりでも日本の社畜の皆さんの何倍もの給料がもらえます。だからオーストラリア人はもらった給料を景気よく使い切ってしまうのです。まあそんなオーストラリア。 日本のね、社畜の皆さんが、あるいはね、安月給で30年前の物価で商品がいくらでも売ってるわけですから、このオーストラリアに持っていけば、儲かる商品はたくさんあります。今からね、いいな、オーストラリアの給料、そんなによくて仕事楽なんだって言ってもね、なかなかオーストラリアでね、働くビザを取って就職するとか、永住権を取るっていうのはもう難しいんでね、そうなると、その恩恵に預かれるのは、 日本で買った商品をオーストラリアに送るアマゾン室に手を出すと。手を出すというかね、オアマゾン室を始めると、その高い給料をもらって浪費している人たちに、日本で安く仕入れた商品を売って儲けることができます。何それと、ね。ちょっと面白そうだねと思った方はね、こちらの動画の説明欄に URL がありますので、そちらをクリックして、アマゾン室メールセミナーに登録してください。 無料でアマゾン輸出オーストラリア、なぜ高く売れるのか、どんなものが高く売れるのか、オーストラリアアマゾン輸出を始めるためには、えー、どんな方法があるのか、まあ、そういった情報を流しています。また、今ね、ブログで見ながら動画を見ている方は、こちらの、ね、上の方の無料メールマガに登録するをクリックして、で、メールアドレスと。 お名前を入力して確認ボタンを押して、えー、無料アマゾン輸出見えるセミナーに登録してくださいオーストラリア人の働きっぷり、まあ、日本から考えたらね全然もうなんか別世界腹立たしいやらないやらなんですけど、まあ、た,ただそれをねオーストラリア人はふざけてるとか日本はひどいとか言ってもしょうがないんで、まあ、そんなオーストラリア人に日本のものを売って儲けるというのがね一番いい選択じゃないかなと思います 無料メールセミナーの登録をお待ちしています以上オーストラリアマゾンイストサポーター堀秀夫でした